皆さんこんばんは、ライ麦と申します。本日はラジオ企画ということで、お休みラジオと題しまして、よく眠くなる声だねと言われる私の声と、それからこのピアノの静かな BGM で、ぐっすりと心地よく眠っていただこうという、そういう動画になっております。慣れないところもね、多々あるのですけれども、睡眠導入の助けになれればと思いますので、ぜひゆっくりとリラックスしてお聞きください。いつも、読み聞かせの動画ですとか、それからプラネタリウムの方でもゆったりはしているんですけれども、ぜひね、明かりを消したりですとか、それから画面を伏せたり目を閉じたりして、眠れる体勢で、ご視聴いただけますと嬉しいです。ではよろしくお願いいたします。あとね、もしよかったら眠くなっちゃう前に、まだチャンネル登録お済みじゃない方は、よかったらポチッと登録をしていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではですね、ちょっと私も雰囲気を作りたいなと思いますので、全然画面では伝わらないんですけれども、ちょっとキャンドルを用意しておりまして、こちらをちょっとつけながら、喋っていこうかなと思います。ではつけます。はい、こちらね、私愛用の無印良品のキャンドルなんですけれども、シトラスの香りということで、つけるとですね、柑橘系のいい香りが、部屋の中にね広がってくるというものですね。こちらちょっと見ながらのんびり喋っていこうと思います。それではね、本日いくつかトピックを事前に用意してあるんですけれども、まずは自己紹介からちょっとさせていただきます。自己紹介遅いですよね。自己紹介遅いですよね。結構ね、動画投稿して何も自己紹介ないまま投稿して、初めてこうやって、視聴者の方に語りかけるような動画を撮っているというね、なんともタイミングを外している感じは否めないんですけれども、簡単に、まず私のことを、紹介させていただきます。活動名義はライ麦という名前で活動をしております。20代、ちょっとまあ年齢は濁すんですが、20代の男の子という感じですね。今はそうですね、まあのんびり社会人として働きながら、YouTube を投稿しているという、人です。もともとは、他のライブストリーミングサービスというジャンルのものですかね、で生配信をやっていたりですとか、まあ、実は今も毎朝、やっているんですけれども、そういうことを
やりつつ、声を使った活動をちょこちょこやっていた人です。うん。で、その延長線上で、今 YouTube をやっているっていう形ですね。私個人の話ですと、好きなもの、うん、好きなことですと、旅が好きでしたり、あと、まあ、旅の中で写真を撮るということが好きでして、結構学生時代からちょこちょこいろんなところに旅に行っておりまして、実はこの、もうちょっと画面伏せちゃってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、この画面の背景の写真、夜景ですね。こちらは、私が数年前に台湾に行った時の台北の夜景の写真ですね。自分で、撮影したものをちょっと背景に使ったりしています。あと、この動画なんだろうっていう写真朗読っていう動画が3つぐらい今上がってるんですけれども、あれは、私がこれまでに取りだめた写真から選抜したものをもとに、その時のことを思い出しながら詩を書いたものを自分で朗読した動画なんですね。ちょっとオリジナルなのでなかなかこう聞こうかな、どうしようかなっていう感じで、この動画なんだろうって言って聞いてない方が多いと思うんですけれども、じゃあそういうものを投稿したりとかをしています。うん、今後そうですね、まあ、ちょっと短いので、なんかそのこのチャンネルの特質上というか、コンセプトが眠くなる動画というところで、投稿していこうと思って投稿しているんですけれども、そう考えたときに、あれはちょっと短い。今、4、5分の動画になっちゃってるので、まあ今後投稿するとしたらもうちょっと長くするとかですかね。まあ、ご要望があればっていう形ですね。ちょっと今、優先順位低めですね。あと、好きなもの。言葉ですね。まあ、言葉が好きです。まあ、そんなにこう、めちゃめちゃ語彙力があるとか、漢字がめっちゃ書けるとかっていうことではないんですけど、いつ頃ぐらいかな、まあ、10代の頃から、まあ、小さい頃からですかね、かなり言葉に敏感な人間でして、まあ、言葉選びが下手くそだからこそだと思うんですけれど、小さい頃からよく、ファンタジー小説っていうんですかね、そう、例えばハリーポッターに代表されるようなジャンルですね。ネシャンサーガーとか、デルトラクエストとか、懐かしい名前がいっぱいありますけど、そういう、ファンタジー小説を読むのがすごく好きで、小さい頃は、小学生の頃ですかね、最初のきっかけは、母親に、これ読んでみってって、ドンって、ハリーポッターと賢者の石が置かれて、まだ小学生の、まだまだ小さかった頃と記憶しているんですが、ドンと置かれてですね。で、それを読んだのがきっかけだったと思います。で、その時はもう、ハリーポッターの内容がどうとかっていうのは全然わからなくて、正直今読んでも
なかなか味わい深い作品ですので、ね、映画で見るとかまた違って味わい深いので、味わい切れるか分かりませんが、まあその頃の自分はなおさらですよね。本当にもう分からなくて、あーって思いながら読んでたのを覚えてますね。まあそれがきっかけで、じゃあもうちょっと簡単な本だったら読めるかなっていうので、薄めの挿絵が入ったりしているファンタジー小説っていうのを読み始めたっていう記憶がありますね。もうずっと本が好きで、なんだろう、休み時間とか、自分のこう気分転換といったら本を読むこと、そして本を読んでそのファンタジーの世界に逃避すること。ちょっと現実世界のあれこれから離れてファンタジーの世界に逃避して、のんびり過ごすというのが僕の気分転換であり、一番好きな時間の過ごし方だった記憶がありますね。っていう背景もございまして、今 YouTube で読み聞かせの動画などを投稿しているっていうのもありますね。あと好きなもの、温泉が好きですね。温泉が好きで、これはよく、母方のおじいちゃんおばあちゃんと一緒に小さい頃からよく温泉に行ったというのがきっかけで、今でもなんかこううまくいかないなとかいうことがあったら、近くの行きつけの銭湯スパに行ってのんびり湯に浸かるということをしていますね。実はまあ、例えば部屋を探すとかいう時ですね、引っ越そうと思って部屋を探すとかいう時にも必ず必須条件に近くに温泉があるという条件が必須条件でして、結構部屋選びに難儀することがございますね。まあそんなところですかね。またおいおい、私のことは、まあこのラジオがねいい感じでしたら、また第2回第3回とやっていこうと思ってますので、そちらの方でちょこちょこお話をしていきたいなと思います。はい、こんな感じでいいんだろうか。ではね、次のトピックに参りたいと思います。次のトピックはですね、 YouTube を始めた経緯ということで、そうですね、まあ最近でこそ実は毎日、動画を投稿するようになったんですけれども、それっていうのはまだ今月のことでして、なんかそれからのことが濃密すぎて、まだ今月のことなんだっていうちょっと信じられない感じなんですが、ちゃんと読み聞かせの動画を上げ始めたのが4月の3日ですね。4月の3日、4の3、読み聞かせの日と覚えてるんですが、4月の3日からスタート。実はその前にちょこちょこ動画はあったんですが、その辺をまあ整理整頓してほとんど消して、一からやろうということで始めました。そうですね。まあ、その前々からあったですね、1年以上前ですかね、に投稿していた動画があったんですけれども、その動画が、なんだか私が
思ってる以上に伸びて、それで確か最終的には46万再生ぐらいいってたんですかね。伸びちゃって、で僕はそんなつもりはなかったんですが、コメントですとかでよく眠れますというメッセージをたくさんいただきまして、それをきっかけにもっともっと眠くなる動画投稿してくださいっていう風にいろんな方面から、メッセージをいただきまして、それがずっと積み重なって、まあ YouTube 初心者あるあるなんですけど、だと思うんですけど、なかなかこうちゃんと取り組まないみたいな。なんか YouTube 見るけど投稿するのって難しそうだし、動画編集って難しそうだし、なんかちゃんとやるのはなっていう感じが僕にもずっとありまして、もっと投稿してもっと投稿してっていう風におっしゃっていただけるんですが、あと一歩踏み出せないみたいな時期が1年半ぐらいずっとありまして、まあそこからやっと重い腰を上げて、今年の1月ぐらいですかね、西野亮廣さん作の煙突町のプペルというねお話を投稿しまして、でそこからまたちょっと投稿したりしなかったりという時期があったんですが、4月になってようやく毎日投稿を始めたということなんですね。まあそのなんでこう毎日投稿なんだといきなりそういう話なんですけれども、まあ今こんなご時世になってしまいまして、まあ、なんかこう自分で打ち込めることを一つ持ちたいな、作りたいなっていうふうに思いまして、そうでないとなんだろう、家の中でずっと閉じこもって、それこそねお布団に寝転びながらYouTube を見る、まあ、実はまあ3月ぐらいにそういう時期が1ヶ月ぐらいあったんですが、これダメになっちゃうなとあ、これダメになっちゃうって思いまして、なんかやることを見つけようということで白羽の矢が立ったのが YouTube 投稿なんですね。私の性格上ですね、なんか結構やるならしっかりやろう、全力でやろうっていうのがありまして、まあ、0か100かみたいなところがありまして、じゃあやるかと腹をくくった後は毎日投稿、今のところ4月3日からだから3週間くらいは続いていますね。まあ、これからも続いていく気持ちでいるんですけれども、やってるっていう感じですね。YouTube で、まあ、投稿している動画というのはですね、まあ、今これを聞いていらっしゃる方は、一度何かしら聞いてくださった方が多いかもしれないんですけれども、まあ読み聞かせですね、まあ既存のもので、著作権の侵害に当たらないものをしっかりと選んで、例えば、青空文庫という、著作権フリーのサイトに上がっているお話ですとか、あと西野さんのね煙突町のプペルとか、この前あげましたチックタック約束の時計台とかってのは大丈夫なんですかってなるんですけど、西野さんに関しては、著作権フリーですよ、個人で、商用利用する分には
動画を投稿したりする分には問題ありませんよというふうに表明していらっしゃいますので、ありがたく、動画を作らせていただいております。そうですね、まあそういう既存のものを読んだりですとか、あとは言葉が好きということもあって、物を書くことが好きですので、自作で台本を作って、先ほどお話に上がった写真朗読ですとか、プラネタリウムですね、星のお話を書いたりして、自分で朗読をしたりとかですね、うん、そういう動画を上げています。で、実はその眠くなるお話ということで、自作の結構長めの、読もうと思ったら多分1時間ちょっとかかるのかなっていうお話が実はもう書き上がってまして、投稿するタイミングをずっと伺ってるんですが、それはかなり実はもう文章自体は私のサイト、ブログの方で公開しておりまして、ヤドカリのポポというお話なんですけれども、それの動画化は近いうちにやろうと思っているんですが、結構まだ温めているという感じですね。もうちょっとこうチャンネルが成熟してきたらどうですかっていう形でポンと、上げてみようかなと思っております。そうですね、もうチャンネルの目的が読み聞かせというよりはもう皆様にただ眠っていただくことということですので、今後どういうふうにしていこうかなというのは、まあ後でまたお話をしようと思います。実はですね、このラジオの動画を撮るにあたりまして、Twitter の方でですね、あとまあ YouTube のコミュニティでもですね、お便りを募集しておりまして、今日は3つぐらいちょっと選ばせていただいて、読んでいこうかなというお便りのコーナー参りたいと思います。ラジオネームふわふわアンパンさん、ライムギさん、こんばんは。こんばんは。こういう機会に改めてライムギさんにありがとうを伝えたいなと思い、お便りを送りました。私は小さい頃から自分より相手を大切に、失敗は人に迷惑をかけるから上手に上手に生きなくちゃというふうに過ごしてきました。でもその生き方をしたことで、大人になってから人生なかなかうまくいかず、辛く悔しい経験をたくさんしました。配信でライムギさんと出会って、ライムギさんの本はいいよっていう言葉が、本への苦手意識が強かった私の心にすっと入ってきて、私は私のままで生きることにした。キムスヒョンさん著。マイナス思考からすぐに抜け出す9つの習慣。古川武さん著。という2冊を繰り返し読みました。そうすると、あら不思議。自分で自分を愛してあげれるようになり、失敗することに意味を感じられるようになって、何事にも前向きになれて、人生が最高に楽しくなりました。本への苦手意識が強かったのに、本を読んでみようと思えたのは、
リスナーさんに対して素直に温かく接しているライ麦さんや、毎日朝早くからリスナーさんを癒しているライ麦さんを尊敬していたからだなと感じます。いろんなことに挑戦しているライ麦さんを今でも尊敬しています。麦さんと出会えて本当に良かったです。ありがとうございます、というお便りですね。いや、こんなしっかりといただけるなんて本当にありがとうございます。そうですね、この2冊を繰り返し読んだというところがすごく素敵だなと思いまして、結構私も本当に自分の中で大切にしている本は、繰り返し読むことがあります。例えば行き詰まった時ですとか、ちょっとうまくいかないなという時に本棚を見て、でパッとこう心惹かれた本を手に取って読み返すっていうことをよくやりますね。やっぱりこう先人の知恵といいますか、その一冊にその人の考え方とか生き様っていうものがギュッと詰まってる本もありまして、そういう本は本当に世界の見方を変えてくれる、そんなね、内容が書かれていたりしますのでね、そういう一つのきっかけになれたなら嬉しいです。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それでは次のお便りですね。ラジオネームうっちゃんさんからのお便りです。ライマギさん、こんばんは。こんばんは。先日仲の良いご近所さんが年を取られてからの子供ができて、親戚から布おむつを反物でいただいたそうです。一旦は子供のおしめに使用したのですが、大きくなるにつれて布では間に合わなくなり、外出時に紙おむつにするようになっていきました。残りの一旦は何かに使うかもと押し入れの隅に追いやられていましたが、このほどのマスク対策に日の目を浴びました。幸い柄が入っていない白の反物でしたので、厚めのガーゼとして手作りを開始、20枚のマスクを作り終えてまだ半分以上残っているとのことで、私にいりませんかと家に来られてありがたくいただきました。私は仕事柄毎日マスクをつけるのでとても助かりました。このことを伝えると他の方にも作りますよとのことで、早速作っていただいて仕事場に持っていきました。皆さん喜んで使ってくださっています。同じマスクなので皆さん思い思いに刺繍をしたりビーズをつけたりして可愛くして使ってくださっています。このようなことがないに越したことはありませんが、この反物の行き先ができて誇らしく、体の一部として輝いているのを見るとなんだか嬉しいです、というお便りですね。はあ、いいですね。実はこの、メッセージをいただくにあたって、テーマを設定させていただいておりまして、私のほっこりエピソードということなんですね。非常にほっこりするお話で、こういう時だからこそ助け合いで乗り切っていきましょうという、温かいお話、どうもありがとうございます。
それでは今日最後のお便りいきたいと思います。ラジオネームスピカさん、ライ麦さん、こんばんは。こんばんは。ほっこりエピソード投稿します。先日ポカポカ陽気の暖かい日にサイクリングをしておりました。すると道路の植え込みの木の隙間から一生懸命すり抜けて顔を出している水仙を見つけました。普段なら気づかずに通り過ぎてしまいそうですが、のんびりとした時間があるこのご時世の今だからこそ見つけられたのかもしれません。私はその水仙がすごく愛おしくなり、立ち止まって眺めて触れて香りを嗅ぎました。水仙の香りはとってもいい香りで癒されるんです。どんな香水よりも自然ないい香りで大好きです。しばらくその場で嗅ぎ続けていたので、近所の人から変な目で見られていたかもしれません。ライ麦さんもぜひお花を見つけたら香りを嗅いで好きな香りを探してみてください。素敵な香りに出会えるかもしれませんよ。また何かあったら投稿しますというとお便りですね。いやー、ありがとうございます。いやー、いいですね。こうそういう道行く時にですね、見落としてしまいがちなこと、実は私も意識して、自然ですね、本当に都会に住んでますとなかなかそういう自然に触れる機会がありませんので、意識して、例えば今ですとなかなか外に出られないので、まあスーパーに買い物に行くときですとか、道端に咲いている花とか、葉をね見て、できるだけ自然を目に入れながら歩いたりしています。香りということですと、結構その木製系、金木製ですとか銀木製ですとか、そういう花の香りが実は好きで、ついついいい香りがするとですね、探しちゃったりとかして、この前というかこういうことになる前ですけど、会社への出勤中にふっとそういう香りが漂ってきて、あ、どっかに花が咲いてると思って探して見つけて写真を撮るということをしたら会社に送れるというそういうことがありました。皆さんも、お気をつけください。まあ今ないと思うんですけど、はい、ということで、お便りのコーナーでした。おやすみラジオでは、こういったほっこりエピソード、募集しておりますので、YouTube のコメント欄でもいいですし、それからもしね匿名がいいという方は、私の Twitter の DM ですね、画面の方にも、あと、チャンネルの概要欄にも Twitter のリンクございますので、そちらから飛んでいただきまして、ダイレクトメッセージの方に、お便りお待ちしております。カラスが鳴きましたね。ちょっと動画に聞こえているかはわからないんですが、うちの近所めちゃくちゃカラス鳴くんですよもう本当に録音の大敵でして、ゴミ収集の日などはもう録音できませんね。
とかなんとかしてほしいですね、本当に。強制していくしかないのかな。まあ何かこう動画の中でカラスが鳴いたかなって気がしたらそのせいです。よろしくお願いいたします。ではね、最後のトピックですね、今後の動画方針ということで、ちょっとお話をさせていただきます。もう起きてる人が少ないかもしれませんね。こんなところで動画の方針を話しても、まあ方針なんてね、どっちでもいいよ、上がって動画聞くよっていう方が大半だと思いますので、まあこういう皆さんが眠ってしまった後にこっそり話すというねことでここに持ってきております。そうですね、今後の方針、まあ第一は眠くなる動画もしくは音声というところから外れることがないように、やっていこうと考えております。まあメインとなりますのは読み聞かせ、それから自作のお話、星のプラネタリウムの台本ですとか自作のお話を朗読するということ、それからまあこういうたまにラジオですね、これも需要があれば頻度を増やしてもいいかなと思うんですが、まあ週に1回くらいがいいかなと思ってます。あとまああとは探り探りですね。ちらっと実は怖い話どうなんだろうって思った時期がありまして、どうなんでしょう、皆さんどうなんでしょう、怖い話というジャンルがあるんですが、やろうと思ったらねできるんですよ。僕自身もきっとまあ演じることが好きだったりするので、怖い感じの雰囲気で読むことはできると思うんですが、単純に眠れないかなって怖い話したら眠れないかなって思って投稿してないところが実はありまして、まあゆくゆくは試しに投稿っていう日が来てもいいのかなとは思うんですが、基本どうなんだろうと思ってます。まあその他ね、こういうの投稿してほしいよとか、ちょっとまあ絵本とかは著作権の問題で実は読めなかったりするものが多かったりするので、ちょっとなかなか答えられないこともあるとは思うんですけれども、こんなお話があるよとかございましたら、ぜひ、この動画のコメント欄やツイッターの DM までお寄せください。あと言ってももう寝ちゃってる方が大半ですかね。はい。それでは今回のおやすみラジオ、ここまでとさせていただきます。まだまだ初心者の私ですけれども、どうぞ今後とも、お休みのお供になれたらと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。お相手はナイムギでした。おやすみなさい。